どうも、ヒロです。お願いします。16、九州地方。九州地方で一番人口が多い県。福岡県。福岡の西にある有田駅で有名な県。佐賀県。佐賀の西にある江戸時代の出島で有名な県。長崎県。福岡の東にある温泉で有名な県。大分県。九州の中央にある阿蘇山で有名な県。熊本県。九州南東の野菜の栽培が盛んな県。宮崎県。九州南部の桜島で有名な県。鹿児島県。九州南方西側にある世界遺産の島。屋久島。九州南方東側にある安土桃山時代に鉄砲が伝来した島。種子島。日本の最も南に位置する県。沖縄県。九州北部のなだらかな山地。つくし山地。九州中央の高くて険しい山地。九州山地。熊本にある火山と鹿児島にある火山をそれぞれ答えましょう。阿蘇山、桜島。阿蘇山の頂上にある噴火でできた窪地。カルデラ。九州南部に広がる火山の噴出物でできた大地。白洲大地。火山を利用した発電。地熱発電。佐賀県の南にある海苔の養殖が盛んな海。有明海。つくし山地の南に流れる川。筑後川。漫画で覚える見るだけ授業。沖縄や南西諸島の気候帯。亜熱帯。太平洋側を流れる暖流。
黒潮かっこ日本海流。日本海側を流れる暖流。対馬海流。夏から秋に沖縄や九州で被害を及ぼす災害。台風。漫画で覚える見るだけ授業。九州北部にある稲作が盛んな平野。つくし平野。山などの斜めの地形に作られた水田。棚田。九州南部のキュウリやピーマンの栽培が盛んな平野。宮崎平野。暖かい気候とビニールハウスで出荷を早める栽培。促成栽培。九州南部にある畑作や畜産が盛んな大地。シラス大地。全国の家畜の飼育数、牛の1位、2位を答えましょう。北海道、鹿児島。全国の家畜の飼育数、豚の1位と2位を答えましょう。鹿児島、宮崎。全国の家畜の飼育数、食用の若鶏1位と2位。宮崎、鹿児島。沖縄など南西諸島で栽培されている農作物を2つ答えましょう。サトウキビ、パイナップル。漫画で覚える見るだけ授業。日本の重工業の中心として栄えた工業地域。北九州工業地域。1901年に九州で操業を開始した官営の工場。八幡製鉄所。八幡製鉄所ではどこどこの石炭とどこの鉄鉱石を使用した。この括弧に当てはまる言葉を答えましょう。筑豊炭田の石炭と中国の鉄鉱石。1960年代に起きた石炭から石油へのエネルギー転換。エネルギー革命。その後、九州で何々や自動車の工場が増加した。括弧に当てはまる言葉を答えましょう。IC、括弧集積回路。九州は IC 工場が多いため何々と呼ばれる。括弧に当てはまる言葉を答えましょう。
シリコンアイランド。1960年代に熊本で発生した公害病。水俣病。水俣病の原因となった熊本の化学工場が排出していた有害物質。メチル水銀。2008年に水俣市が選ばれた環境保護に取り組む都市を何という？環境モデル都市。水俣病以外の四大公害病を答えましょう。新潟水俣病、四日市喘息、痛い病、北九州市など廃棄物のリサイクルに取り組む市町村を何という？エコタウン。漫画で覚える、見るだけ授業。九州の人口が集中する福岡県の県庁所在地。福岡市。福岡市で見られる都市部の気温が高くなる現象。ヒートアイランド現象。福岡と鹿児島を結ぶ新幹線。九州新幹線。九州の離島や山間部で進む急激な人口減少。過疎化。漫画で覚える、見るだけ授業。